example of a function model of the process of maintain reparable spares in t h e f r o t a t i o n 機能モデルはモデル化されるシステムまたはサブ領域内の機能の構造化された表現である機能的モデルともまたアクティビティモデルまたはプロセスモデリングとも呼ばれる機能モデルは定義されたスコープ内の事業体の機能の図式表現である機能モデルの目的は 情報ニーズの発見を補助し、機械の識別を助け、そして製品、またはサービスコスト決定するための基盤を確立する機能とプロセスを記述することである。機能モデルプロジェクトは20世紀前半に開発されていたマネージメントダイアグラムの他のタイプとして、1950年代に始まった。最初に知られるガントチャートは、それをハーマネグラムと呼んだ カロル・アダム・イネースキーによって1896年に開発された。アダム・イネースキーは彼のチャートを1931年まで発表しなかったこと、および彼の作業がいずれの場合もポーランド語あるいはロシア語で発表され、言語が西側世界でポピュラーでなかったことから、そのチャートは今、1910から1915年近辺で彼のチャートを設計し、 西側でポピュラーになったヘンリー・ガンとの名前を持つ。最初のプロセスフローの文書化の構造化手法、フロープロセスチャートは1921年に米国機械工学学会のメンバーにプロセスチャート一つの最適方法発見における最初のステップのプレゼントしてフランク・ギルブレスによって紹介された。ギルブレスのツールは産業工学カリキュラムに それらの方法を素早く見つけました。最初によく定義された機能モデルの一つは1950年代の防衛関連の TRW 社によって開発された機能フローブロックダイアグラムであった。1960年代にそれは宇宙システムと飛行ミッションにおけるイベントの時間的シーケンスを可視化するため NASA によって採用された。それは システム機能の実行の順序を示すためのクラシックなシステム工学でさらに幅広く使われた。システム工学及びソフトウェア工学における機能モデルは機能的観点のモデリングで作られる。機能的観点はビジネスプロセスモデリングで可能な別の観点が、例えば振る舞い的、組織的、あるいは情報的である観点の一つである。機能モデリングの観点は 動的システムを記述することに集中する。このモデリング観点における主な概念はプロセスであり、これは機能、変換、アクティビティ、行為、タスクなどであり得る。この観点で採用されるモデリング言語のよく知られた例はデータフローダイアグラムである。その観点はプロセスを記述する以下の4つのシンボルを使う。ここでこれらのシンボルと共にそのプロセスは これらのシンボルのネットワークとして表されうる。この分割プロセスが DFD データフローダイアグラムである。動的エンタープライズモデリングにおける部分はコントロールモデル、機能モデル、プロセスモデル、および組織的モデルで作られる。Example of Functional d e c o m p e t i i o n in A Systems Analysis 機能分割はオリジナル機能が 機能構成によるそれらの部品から再構築され、売る方法のような構成要素部品に機能的関係性を解決するプロセスへ広く参照する。一般に分割のプロセスは構成要素の識別への洞察を高める目的、あるいは構成要素のプロセスがモジュール性のレベルを所有するときのみ可能なタスクであるグローバル機能の圧縮された表現を得る目的のいずれかを引き受ける。 機能分割は主要な目標が可能な最も大きい広がりのプロセスをモジュール化することであるコンピュータプログラミングにおける卓越した役割を持っています。例えばライブラリー管理システムが在庫モジュール、顧客情報モジュール及び料金査定モジュールに分解されるかもしれません。初期のコンピュータプログラミングの数十年にそれは 若干の卓越した実行者によって呼ばれたとき、これはサブルーチン化の芸術として明らかにされました。工学システムの機能分割は、設計されたシステムを分析するための方法です。基本的な考えは、ブロックダイアグラムのそれぞれのブロックが、その記述に、アンド、または、オア条件なしで記述できるような方法で、システムを分割しようとすることである。この課題は、 システムのそれぞれの部分に純粋な機能を持たせることを知ります。システムが純粋な機能で構成されているとき、それらは再利用されるか、あるいは置き換えられることができます。普通の複次効果は、ブロック間のインターフェースが単純そして汎用になるということです。インターフェースが通常単純になることから、それは関連し、 類似の機能で純粋な機能で置き換えることがより容易です。機能的アプローチは複数の図式表現技法とモデリング表記法で拡張された。このセクションでは年代順に重要な技法の全貌を提供する。ファンクショナルフロー、ブロックダイアグラムフォーマット、機能フローブロックダイアグラムはシステムの機能的フローの多段で時間順でステップごとのフローダイアグラムである。 そのダイアグラムは1950年代に開発され古典的システム工学で幅広く使われた。機能フローブロックダイアグラムは、機能フローダイアグラム、機能ブロックダイアグラム、あるいは機能フローとしても参照される。機能フローブロックダイアグラムはシステムのためのステップごとの操作やシーケンスを支援する通常詳細を定義するが、しかしそれらは、 システムの開発や制作におけるプロセスを定義するため効果的に使われる。ソフトウェア開発プロセスもまた幅広く FFBD を使う。システムの文脈で機能フローのステップはハードウェア、ソフトウェア、人材、設備及び手順の組み合わせを含むかもしれない。FFBD 手法で機能は実行の論理的順序で組織化され描かれる。 各機能は、それの他の機能の実行と完了との論理的関係で示される。機能名でラベル付けされたノードは、各機能を描く。左から右への矢印は実行の順序を示す。論理記号は、機能の順次または並列実行を表す。階層的入力処理出力ヒッポは、1970年代に、 普及したシステムのモジュールを階層的に表現し、各モジュールを文書化するためのシステム分析設計支援と文書化技法である。それは要求を開発し、設計を構築し、そして自動化された待ち合わせを示すためのエキスパートシステムの実装を支援するため使われた。検証は設計と実装の方法のため体系的に行われた。 システムの全体設計はヒッポチャートまたは構造チャートを使って文書化される。構造チャートは組織チャートに現れるそれと類似であるが、付加的詳細を示すため変更された。構造チャートは情報のいくつかのタイプを表示するため使うことができるが、データ構造あるいはコードのいずれをも表示するのに最も共通的に使われる。 フィギュア 2N2 チャートディフィニション N2 チャートはシステム要素間の機能的または物理的インターフェースを表現するマトリックス形式でのダイアグラムである。それは機能的および物理的インターフェースを体系的に識別し、定義し、表にし、そして分析するため使われる。それはシステムインターフェースとハードウェアおよびソフトウェアインターフェースに適用する。 N2 ダイアグラムはデータインターフェースを開発するため、主にソフトウェア領域で広範囲に使われた。しかしながらそれはハードウェアインターフェースを開発するためにも使える。基本的な N2 チャートは図に,に示されます。システム機能は対角線上に置かれる NXN マトリックスでの正方形の残りはインターフェースのインプットとアウトプットを表す。ソットベーシスエレメント。 構造化分析及び設計技術はソフトウェアアプリケーションのスケッチを構築するダイアグラム的表記で機能の階層としてシステムを記述するためのソフトウェアエンジニアリング手法である。それはエンティティとアクティビティを表すビルディングブロックとボックス間を関係づける矢印を提供する。これらのボックスと矢印は関連する非公式な意味論を持つ。ソットは 連続する詳細さのレベルを使い、与えられたプロセスの機能分析ツールとして使われる。SOT 手法は、産業情報システムで使われる IT 開発のユーザーニーズを定義することを可能にするが、しかしまた、アクティビティの製造プロセスや手順を説明し表現することも可能にする。SOT は、一つの会社の機能とそれらの関係性を記述する。 ことによって、あらゆる事業体の特殊化された機能的ビューを提供する。これらの機能は、販売、受注計画、製品設計、部品製造、及び人材資源管理のような会社の目的を満たす。ソットは、シンプルな機能的関係を描くことができ、そして異なった機能間でのデータとコントロールの流れの関係性を反映できる。イダフレー形式論は、 ダグラス・ティーロスによって1985年に開発されたソットに基づいている。イダフレーダイアグラムの例イダフレーは情報システムと事業プロセスの分析、開発、リエンジニアリング及び統合、あるいはソフトウェア工学分析のための機能的モデリング言語を提供する製造機能を記述する一つの機能モデリング手法論である。それは ソフトウェア工学分野でのモデリング言語であるイダフファミリー手法の一員であり、機能モデリング言語、ソットで構築される。IDAF 機能モデリング手法は、組織、または、システムの意思決定、行動、及びアクティビティを、モデル化するため設計された。それは、ダグラス・ティーロスとソフテック、インクによって開発された、確立された図式モデリング言語構造化分析を及び、 設計技術から派生した。そのオリジナル形式では、イダ・フレイは図式モデリング言語の定義とモデル開発の包括的、方法論の解説の両方を含んでいた。米空軍はシステムの機能的観点を分析し、コミュニケートする機能モデリング手法の開発を、そっと開発者に委任した。イダ・フレイは、 シンプル化されたグラフィック手段を通してシステム分析の組織化の支援と分析者と顧客間の効果的コミュニケーションを促進するべきである。ビジネスプロセスモデリングノーテーションイングザンプル事業プロセスモデリング表記法はワークフローにおける事業プロセスを規定するための一つの図式表現法である。BPMN はビジネスプロセスマネージメントイニシアティブで開発され、 2005年の組織合併により、現在はオブジェクトマネージメントグループによって取り扱われている。BPMN の現在バージョンは1.1であるが、BPMN2.0 に向けての大きな改定のプロセスが進行している。BPMN 仕様は事業プロセスダイアグラムで事業プロセスを規定するための図式表記法を提供している。BPMN の目的は、 複雑なプロセスの意味論まで可能とする事業ユーザー目線での表記を提供することにより技技術ユーザーと事業ユーザー両者のための事業プロセス管理を支援することである。BPMN 仕様はまた表記の図形と言語による実行構築の基礎との間のマッピングも提供する。中軸設計、アクシャマティックデザインは分析、開発、リエンジニアリング及び 製品、情報システム、事業プロセス、またはソフトウェア工学ソリューションの統合、等のソリューション合成のフレームワークとして使われるトップダウンな階層機能的分割プロセスである。その構造は潜在する機能的ソリューションモデルの仕組み的環境差を最適化するための機能感のカップリング分析に数学的に適している。システムとソフトウェア工学分野で 多くの特定機能及び機能的モデルが定義されてきた。ここでは2から3の一般的タイプだけが説明される。事業機能モデルは組織のミッションを実行するため日常的に実施される。オペレーションの一般的記述あるいは分類である。それは事業領域機能の文脈での重要な事業プロセスを示すことができる。事業機能モデルにおけるプロセスは 価値連鎖モデルにおけるプロセスから構成されねばならない。プロセスは最終製品制作あるいはサービス提供のため実行される関連事業アクティビティのグループである。継続ベースで実行される事業機能と違ってプロセスはそれらが望まれたアウトプットを提供することでマークされる特定化された開始と終了ポイントを持つという事実によって特徴づけられる。右側の図は 事業プロセス、事業機能、および事業領域の事業参照モデル間の関係性を描いている。This Featuring Business Reference Model depicts the relationship between the business processes, business functions, and the business area, S Business Reference Model, 事業参照モデルは、事業体、サービス組織、あるいは政府機関の中核事業の機能的および、 組織的側面に着目した一つの参照モデルである。エンタープライズアーキテクチャにおける事業参照モデルは EA と関連した構造とビューをどのように組織化するか定義するエンタープライズアーキテクチャフレームワークあるいはアーキテクチャフレームワークの一部である。一般的な参照モデルはそれらを実行する組織的構造とは独立に基本的目標 または何かのアイデアを具現化する何かのモデルであり、様々な目的のため参照するのに探すことができる。事業参照モデルは、組織の事業運営を記述する手段である。事業参照モデルの他のタイプは、事業プロセス、事業機能、及び事業領域の参照モデルの間の関係性をも描く。これらの参照モデルは、階層的に構成され、サービスコンポーネント、 技術、データ、及び、性能の分析のための基盤を提供する。オペレータ機能モデルは、人的要因技術者によって使われる伝統的な、タスク分析技法に変わる提案である。オペレータ機能モデルは、どのようにオペレータが、許容可能な全体システムの性能を達成するため、複雑システムを単純な部分に分割し、コントロール行為とシステム構成を強調させるかを、 数学的フォームで表そうとする試みである。そのモデルは複雑システムの知識表現、情報フロー、及び意思決定における基本の課題を表現する。ミラーはどのようなそのモデルがオペレータコントロール機能からなる意思決定問題を解決するため使われるかを特定するシステム。コントロール構造に関してネットワーク構造が オペレータの内的モデルを表現可能であると考えられることを提案した。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、アメリカ国立標準技術研究所が作成したの、次のウェブサイト http コロンスラッシュスラッシュ www.nist.gov 本文を含む。ありがとうございます。